早速ですが、うちの金魚水槽を全部紹介します。ただいまうちには、大小合わせて20本の金魚水槽があります。全部一気に見ていきますので、最後までご視聴よろしくお願いします。アクソルチャンネル。空です。田中です。二人合わせてアクソルチャンネルです。です今日は金魚水槽を全て見ていくんですね。そうよ。餌をやりながら、一つ一つ水槽を紹介していこうと思います。 まず一番最初の水槽はこちらの40センチ水槽となります。40センチにちっちゃい金魚が入ってますね。この金魚は僕わかりますよ。琉金ですね。可愛いじゃないですか。残念でした。琉金ではないですね。オランダです。特産のタイオランダです。ローズテールオランダです。それは失礼しました。隣も同じタイオランダ、熊本県産です。 こちらは少し大きくなって45センチ水槽となります。少し餌をあげてみますね。餌は、京林産の先光金魚の稚魚用です。結構カラーバリエーションも豊富ですね。そうなのそれも魅力の一つよね。ロカキは水作さんの水作 8M と薄のダブリですね。この水槽紹介は以前にも出しているので、さらに詳しく知りたい方はそちらもご覧ください。そして、 その隣も45センチ水槽となりますね。金魚も同じオランダローズテールです。ごかきはこちらはスポンジフィルターのサイズ違いが入っていますね。そうなの。小型水槽では最近はスポンジと投げ込みフィルターの併用でやっているのよね。そうそう。過去の動画でスポンジフィルターと投げ込みフィルターの良いところ悪いところの動画も出しているのでご覧になってくださいね。暇な時でいいので。 続いて隣の水槽は36センチの縦置き水槽です。水槽を縦に置いてるんですね。なぜ横ではなく縦に置いているんですか見える面積が少なくなるので見にくくなると思いますが。ああ、それはね、スペースの問題です。置くスペースが限られているので少しでも水槽の数を増やしたいときは縦に置きます。こちらは国産の金魚です。関東あずまです。親子ですかいいえ。 大きさが違うけど、この子たちは兄弟です。兄弟でもあんなに体格の差が出るんですね。続いてこちらは同じく縦置き水槽の36センチです。こちらはピンポンパールですね。そうです。国産のピンポンパールです。少し長めのピンポンパールです。本当だ少し長いですね。少しピンポンパールとしてのグレードは下がります。お値段もお求めやすくなってる個体ですね。 東南アジア系のピンポンパールはもっと丸々してますよね。国産でも丸々したのもいるかもしれないけど、この個体は少しグレードの低いタイプですね。これはこれで丈夫で買いやすいですよ。次の金魚は黒系ですね。僕は黒系の金魚大好きです。退散オランダです。この子たちはめちゃめちゃ元気なんですよね。これ見てそこにうんちがいっぱい溜まってるでしょう。あ、本当だ。 とても食欲旺盛なんですね。餌を食べる金魚って丈夫ですよね。でも、この手の金魚は餌をたくさんあげすぎると転覆病が心配ですからね。気をつけないとね。こちらのオランダも可愛いですね。残念こちらはリュです。あ、そうなんですね。国産のキャリコリュです。こちらも36センチの縦置き水槽です。ブルータイプの水槽です。ブルーの水槽って最近見かけないですよね。 そうね。このブルーの水槽は年季が入っていますからね。20年以上前買った記憶があるわ。そして同じ金魚ですけど、隣の水槽は40センチになります。こんなちっちゃい金魚なのにキャリコ柄がくっきり入ってて、とても可愛いですよね。こちらもベアタンクにスポンジフィルターのシステムですね。そうなの。最近は金魚水槽で砂利を使う頻度がかなり減ってきてる感じかな。 そして上の段にある最後の水槽です。こちらは45センチの水槽となります。45センチの水槽にちょっと寂しいんですけど、1匹だけホワイト形態オランダが入っています。白っぽい金魚も良いですよね。ここで水替えについて少しお話ししたいことがあります。水替え方法ですかうちの水替え方法は定期的に3分の1とか4分の1とか部分交換をします。 世間では全部交換する人や、半分交換する人を3分の1とか、ほんの少しだけ交換する人など、いろんな飼育者がいると思いますが、どれも正解かもしれませんが、間違ってほしくないのが、何のための交換か考えてやった方がいいかもしれません。全部水を変える人は、ろ過にあまり頼らず、アンモニア、 亜硝酸塩などの有害物質を取り除くために行う行為だと思うんですけど、逆に、うちの場合のように3分の1交換の場合は、アンモニアや亜硝酸塩はなく、硝酸塩しかありません。なのでその硝酸塩を取り除くために3分の1交換をしています。アンモニアと亜硝酸塩はないので、全部変える必要はありません。 そういうことなんですね。だから3分の1とか少ない量だけでいいんですね。あ、前回動画にあげた45センチのローズテール系オランダ2匹の水槽です。あれから3、4日が経ち、何の病気も出なく順調にいっています。このまま順調にいってほしいです。で、こちらが今我が家で一番金魚水槽の中ででかい60センチの竜金です。 60センチの曲げガラス水槽にーブフィルターのセットとなります。この子たちもいつ見てもめちゃめちゃ元気ですよね。はい、めちゃくちゃ元気ですよ。東南アジア産のサラサリュウキ菌です。大磯砂をうっすらと敷いています。砂利を敷く理由は何でしたっけバクテリアの定着して水質向上と水中の浮遊物が少なくなり、水の透明度が上がります。さらに、 pH の効果を制御する働きもあります。あと、そこが透明なガラスなので、砂利を敷くことによって、魚の体色の向上も見込めますよ。そして、手作りの水槽台の下の段にも60センチの水槽があります。こちらも、上部フィルター稼働の60センチ水槽となります。こちらも、熊本生まれのローズテール、オランダの幼魚がたくさん泳いでいますよ。 こちらも投げ込みフィルターが一つ入ってるだけのとてもシンプルな水槽となっています。ライトもちっちゃいのがついていますね。そしてそのさらに下に床に置いている届いてももないディートメント中の金魚ちゃんたちがいます。この辺りは照明もないしあまり泳がないので軽く見ていこうと思います。この辺りは国産のピンポンパールちゃんたちです。そしてこれが最後の水槽となります。 45センチのハイタイプとなります。こちらも1匹しか入っていませんけど、ぶっちゃけ長く金魚を飼っていると、初期からいる金魚は忘れちゃうんですよね。確か中国産のキャリコリュウキンだったと思います。忘れちゃうと言っても種類はわかりますからね。さすがに産地とか購入日とかはもう忘れちゃいますよね。こちらの自作のろ過器とスポンジフィルターが入っています。 自作の中身は、ほぼほぼリングロザイが入っています。アクソルチャンネル。では、餌をあげながら振り返っていきますね。餌は基本的には先光、金魚系ですね。よく食べていますね。それで最近の状況的には、金魚水槽は今20本ありますけど、過去最高に今少ないんじゃないかな。うちの中では金魚割合が。そうですよね。もう少し前の時なんかもっと60センチがたくさんあって、 金魚もたくさんの種類がいて、もっと大きい金魚がたくさんいたのを僕は覚えていますよ。そうなのよね。今ねちょっとね、金魚が寂しいんですよね。なかなか良い。金魚いないというのもあるし、値段も高いしね。また、60センチ水槽に戻そうかなって考えてたりするんですよね。まあそれは今度考えるとして、今回も最後までご視聴ありがとうございました。 この動画が気に入ったと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もまた見てくださいね。バイバイ,バイ,バイ